本日のテーマは「デートの作法」「夜のデートばかりってどうなの?」というお話をしていきたいと思います。はい、えー、これね、なんでこれを話そうかと思ったかっていうとね結構私あの自分の中では当たり前と思ってたんだけど割と、えー、多くの方が「 この夜のデートばっかりしてるっていうことに気づいてねでうちに来られる方にはあの夜のデートばっかりしてる人にはこういう風にしてねってアドバイスしてるんだけどデートってまあ男性と出会いました、まあ、婚活してます男性と出会いました1回目から5回目のデートこれって超重要だと思いませんか 大体あの皆さんのデータを見ててもそうですし、まあ、私の体験上でもそうですけどだたいね1回目から5回目1回目から3回目だいたいこれぐらいの間でそのの方との関係性が決定づけられてるふうに思うんですね。まあ、ちゃんと付き合える相手になるかそれとも曖昧な関係になるか友達止まりになるかセフレコースになるかのなんかそういう関係性ですねがたい5回目ぐらいまでに決まってきてるなって思います。 いうのを思ってます。だからやっぱり出会ってから最初の1回目から5回目ぐらいっていうのは結構重要なんじゃないかなというふうに思うんですねでその1回目から5回目の重要なデートの時期にね関係性を決めるかもしれない重要なデートの時に毎回毎回夜しか会ってない人って結構いるんですよもちろんお互いちゃんと独身よ仕事終わってからいつもご飯食べてるんですとか飲み行ってるんですっていう あの感じでそれが悪いわけじゃないんですけれどそれずっと続けてるってあのその関係性がその付き合うっていう真剣交際になりにくいかもしれないって思うんですね。なので、あのー、なぜかというと夜,夜でしょ 夜のイイメメーージジってどんなイメージです夜ばっかり会ってるカップルってどんなイメージしますなんかさ、こう、不倫のカップルみたいじゃない彼との思い出はいつも夜みたいな、そんなイメージあったりとか、なんか、なんでしょう、まあ、いいイメージもありますよ、いいところもあるんですよ、夜会うっていうのは、なんか大人っぽい感じだったり、ムーディーな、こうセクシーな、そういうイメージ、ね、もあります。 でも逆にそればっかりだとそっちに流れていくかもしれないしやっぱなんか健全さみたいなこうあの太陽の下でさこう会いたくないですか自分がその方のことちょっと気になってたりちょっといいなと思っていたとしてできたらそういう人と遊園地行ったりとかペクニック行ったりとかそういうのしたくないです純粋に。ねえ それをね、あのできればその5回目までにねあのバリエーションつけて行ってもらえるように私のところに来られた方にはお,あのお伝えしてます。でまああのそうですねあ,あともう一個ねえっと夜ばっかり会うののマイナス点っていうのはあの正直毎回毎回会ってても夜会うってことご飯食べて会うってことは基本それってトークがメインじゃん。 会うたびに会,会話をするわけだけだどあの会話をすることはすごい重要なんですよ大事なんだけど会うたびに夜会って夜会話してで正直飽きません飽きてきません毎回夜会いなみたいななんかまあお店は変わるんだけどなんかいつも夜の印象、うん、よほどね2人の トークがすごい炸裂しててもうめちゃめちゃ趣味同じ趣味でさめっちゃ盛り上がってても毎回ね喋ること山ほどあんねんみたいな感じやったらまあいいと思うんですよ喋ることが私たちは楽しいんだみたいな、うん、でもまあそういう人ってそんな多いとは思わないんでだったらあの昼間例えば遊園地行くだとか水族館行くだとか動物園行くだとか、まあ、何だっていいんだけどそういう普通の通常のデート彼氏彼女が行くようなデートに 行かれた方がバリエーションも出ますよねいつもいつも昼夜の食事をしている姿の彼トーキングをしているだけだとわからないことってあると思うんですね例えばお昼間会うと多分二人,人の間に流れる空気も変わってくると思うんですよなんかこう明るい感じだったりとか二人で何かこう例えばジェットコースター乗るだとかさ何でもいいんだけどそういうのをすることによって なんかこう2人で何かを一緒にやった感があったりとかあと2人,で何か2人ともがスポーツが好きなんであれば2人で何かをスポーツをするとかだったら2人で汗を流してなんかそこでこう気持ちがこう一致したりとかねその夜見れなかったお話し,してる時には分からなかった。 ことが昼間会う昼間違うことをすることによって何かをすることによって彼のその人柄だったり彼の性格だったりとか彼の行動が見えてくると思うんですね。もちろんこっちも見られてますけどやっぱりそのデートをするっていうのはお互いを知るっていう意味でしてると思うのでいつもいつも同じパターンの彼しか知らないよりは いろんなパターンであっていろんな部分の彼を見ることによってやっぱりそれは関係性がすごく進みやすいと思うんですね。内面のね内面の関係がねそういう意味でも私はあの大体5回目までの,あのデートであのお外,お,外のお昼間のデートに行くようにしてねっていうふうにうちではアドバイスしてます。はい、ちょっとこれ意外と皆さんあの気づいててなくて 夜しか会ってないのか彼がこう言うからみたいな感じで彼がいつも夜って指定するからって感じで夜ばっか夜ばっか合ってるってことがあの意外と多いんでちょっとこれ言っといた方がいいかなっていうふうに思って今日はシェアしてみました、うんまあ、そんな感じでねバリエーションをあの豊かにいつ会ってもあの会うたんびに新鮮っていうのってやっぱり恋愛のこの付き合いたいなとか楽しいなとかまた会いたいなっていう男性の欲求にも変化 していくと思いますのでそういう意味であのバリエーション豊かにデートして見られたらいかがでしょうかはい本日のお話は以上になります最後までお聞きいただきましてありがとうございましたまた別の音声動画でお会いしましょう